フィリップ・マーダー・ターナー、ドイツ語、フィリップ・マダー・ソーナー、1981年8月6日台は、オーストリアの企業家、各種キャンペーンとプレゼンテーションの専門家、選挙プランナーでもある。2012年、ウィーンとベルリンにキャンペーンビューローという名称を持つ企業を設立した。2019年、マーダー・ターナーは、ウィーンにビジネスグラディエータース有限会社を設立した。 2017年のオーストリア国民議会選挙においてオーストリア国民党を勝利に導いた選挙プランナーとしてマーダー・ターナーは若手政治家のセバスティアン・クルツをオーストリア首相にした功労者とみなされた。マーダー・ターナーはウィーン大学で国際経営学を専攻した。2004年から2011年の間オーストリア国民党の地方と国政レベルの選挙担当者として 責任を担った。2011年に彼は政党組織から外れ、2012年4月にオーストリアに初めてのキャンペーン専門エージェンシーであるキャンペーンビューロー社を設立した。その企業活動においてアメリカの草の根民主主義運動からインスピレーションを得た方法論があった。2013年キャンペーンビューロー社はバラク・オバマ大統領を誕生させた。 アメリカ合衆国の選挙関連テクノロジー企業、ブルーステートデジタル社と提携した。同年、マーダー・ターナーは、アメリカ合衆国で発行されている選挙プランナー向け、デジタル雑誌であるキャンペーンズエレクションズから、ライジングスター・アワードを受賞した。キャンペーンビューロー社は2016年にリード・アワーズを受賞している。 2017年オーストリア国民議会選挙で躍進したオーストリア国民党の選挙キャンペーンの責任者であったマーダー・ターナーはドイツの高級カミリー・サイトやオーストリアの高級シプレッセからセバスティアン・クルツをオーストリア首相にした功労者であるとみなされた。2018年国際的会計事務所のアーンスト・アンド・ヤングより オーストリアの最優秀企業家としてエアントリプレナー・オブザ r of に選ばれた。2019年秋、企業家支援を目的として、マーダー・ターナーはビジネスグラディエータース有限会社を設立した。変化の激しい時代であっても、企業に成功するために支援するための事業である。そこでは知的、トレーニング、エンパワーメント、企業に関する。 オンラインプラットフォームを構築する形で事業が展開されている。モービリシエルングスクラフトダイノイエワラングアイナーバーネッツテンベルトボリュームアット2018年6月26日閲覧フィリップ・マダーソーナーデア・ドーペルタ・カンスラー・マシェ23オクトーバー20192019 2019年11月26日閲覧サンド・ラベールルフィリップ・マダーソーナー ユンスターセナアート、2018年6月26日、閲覧。VP ストラテジカルトポリティックデンルーケン、2018年6月26日、閲覧。フィリップ・マダーソーナー・グランデット・エルステ・キャンペーニング、アジェンチャー・オステライクス・ダ・スタンダード・アット。2018年6月26日、閲覧。キャンペーニング・ビューロ・ソルット・フィア・ワイナッチ・サオバー。 リーダースネット、アット、21ディセンバー2017、2018年6月27日、閲覧。ダイトリックスフォン・オバマズ・デジターラ・ブンダー・バッフェ、2018年6月26日、閲覧。フィリップ・マダー・ソーナー、ダス・インターネット、マクト・ダイ・クライネン・メッシュティック、ダイ・プレッセ、2018年6月26日、閲覧。デクシオン、ビヤ リードアワーズ。2019年11月26日閲覧。ワラカンプインゴストライヒ。デアカンツオーラーメーカー。サイトオナイン。2018年6月26日。閲覧。大キャンペーンをストマッサーンツェック、クルツウントザイン。シュナイダー。大プレッセ。2018年6月26日閲覧。レダクシオン。エアントレプレナーオブザイヤー 2018. 2018年10月16日、閲覧。サンドラ・ベールル・フィリップ・マダース・ソーナー・シュラス・ミット・ポリティック。2019年11月26日、閲覧。ありがとうございます。